今回はレンジローバーの中でも最もカジュアルで、シティハイ SUV としてデビューから一世を風靡したレンジローバーイヴォーグにクローズアップしていただいた。で、珍しく2ドアがあって、まあ、あと基本的には4ドアっていうか、まあ、5ドア形式になりますけど、これまあ3ドアってことですね。300万でお釣り来ちゃうんですよね。なんでみんなもっと注目しないんだろうということで、ざっと一通りこう見ていこうか、端から、はい、で、これが今入ったばかりの2ドアっていうか3ドアというか、でもコンセプトで言うとこのぐらい2ドアで乗れるぐらいカジュアルなんだよね。そこがやっぱりポイントだと思うんですけど、後席はこうやって入ってくるんですね。そうですね、やはり家族機会ですが、やっぱり扉が4枚あった方が乗り降りしやすい。これどうなんだろうか、足元。全然余裕だよ。結構軽いんですね、シート。ね、これなんかやっぱシートのこのパンチングレザーがいいね、うん、あとこれとのコンビネーション、すごいイギリスっぽい、うん、クーペはなかなか入庫はしてこない、数的に希少性が高いかって言ったらそうではないんですけども、元々多分新車から出た数っていうのは、まあ、クーペと、5ドアで比べるとかちょっとなんか少ないので、まあ、そういう意味では、まあ、入りにくいかなっていうぐらいのレベルです。で、おいくらぐらいで出せそうなんですか。まあ、もう300万台で出せると。限りなく前半ですね。ダクトはこれはダイナミックなので、走りに特化してる方のモデルなので、こういったちょっとギミックがちょっとスポーティーな感じになってます。中にはフェイクもあります。穴は開いてないんですけれども、ボンネットにこうかぶせてダクトが開いてる風に見せるっていうのもあります。はい、そのメンテナンスとか維持費の安さからか、やっぱり最近は本当に年齢層がガクンと落ちて、もう20代の方とかもやっぱりお求めになられる方が多いですね。これはね、すごいお得感はあるけど、うん、普通に300万が20台買えるってすごいなって僕は結構、まあ、50万から100万ぐらいの中古車今だからそういうのがないんでしょうね。ないもんね。だって86だって GR、 86だって今のやつは2、300万するわけでしょ。そうですね、ね、中古でも30万ですか。そう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 、ミニ15万みたいなあとやっぱランドローバーっていうブランドの特色かもしれないんですけど、やっぱちょっとこうおしゃれな感じが、若い方でもそうですけど、やっぱちょっと普通の方よりもなんかこうセンスに敏感な方が多いような気もしますね。確かに、はい、でこちらが4ドア5ドア何て言うんですか。呼び方的には4ドアでも5ドアでもいいです、はい、5枚扉が2014318万。イヴォーク自体は何年から何年まであったんですか。イヴォークは12年から今までずっと現行もあります。あ、今もあるんですね、はい、へえ。なので12年からと考えると、まあ、弊社で扱っているのは初期のモデルにはなるんですけれども、まあ、この金額で、まあ、当時やっぱ600万、650万したし、ね、イヴォークが今この金額でお乗りになれるので、だいぶ乗りやすくなってきたかなと思います。しかもまだ5万キロ台の走行です。最新型だと PHEV とかも1000万ぐらいになっちゃうんですよね。多分私が、まあ、そうですね、もう桁が変わってきちゃうと思います。これが300万。ちょっと中も見てみましょう。サイズ感いいです。これは全長は、全長がこちらはあと440ほどしかないので。ああ、じゃあゴルフとかアウディの A3 ぐらいの大きさです。全長は短いんですけども車幅は190あるので、意外とそういう意味では安定した走りが楽しめる車です。あ、これはもうこれね、高身長のオギーでも、うん、ちょっと拳1個乗っけてみて、うん、あ、2個入る、うん、ワールちゃん、うん、女性の手だと1個半、うん、2個近く入るのかな。しかもこの配色とかさ、イギリスっぽいですよね、うん、でそりゃね、大御所レンジローバーに比べれば革の質感とかはもちろんね、うん、普及版なんだろうけど、でももう逆にここまで振り切っちゃった方が、うん、このステッチなんかも結構おしゃれですよね。あら、これ結構オーディオ入ってますね。でラゲッジスペースですけど、うん、見た目よりさ、こうスクエアで効率よく詰めそうだよね、うん、見た目がめちゃくちゃイヴォークてかっこいいけど、こう実用度もしっかり高いと、しかもお手頃価格で手に入ると。しかもこちらに来るとなんだよ、色と
まあ、ドアの枚数といろいろ選べると。こういうところはさ、イケてるよ ねしかもやっぱレンジローバーだもんね、うん、で、お隣がまたツートーンのモーリシャスブルーって言って、結構弊社ではこの水色のイボークは取り扱ってきました、はい、これまで。これなんかイメージカラーかなんかだったんですね。そうですね、カタログにもこの色は大々的に載っている、ね、やっぱ女性のお客様が圧倒的に多いですね。内装もまたいい色よ。あら、またなんかこのベイマックスみたいな可愛らしいシートの色で、似合うじゃん、あれ。これはおいくらなんでしたっけ。なんかお値段が、こちらももう300。うそ、そうですね、もう初見をつけても300万円で。いや、いいじゃん。6万6000キロつったらちょうどいいぐらいよ。あの、いろいろ交換してしたら全然乗れるし。へえ、ね、ちょっとこれ知らなかったな。あ、知らなかったこの車。ロークの一番最新のやつは試乗したことあるんですけど、うんうんうん、あ、そうなんだ。この世代、いや、ちょっとこれはびっくりですね。クリビツ仰天、ドラポジ合わせて。あ、でもここでぴったりだ。あ、ほんと、うん、じゃあもうこれ買ってくれって。ボンネットは右で開けられます、はい、ボンネットは左からだと思います。あっちですね、はい、ぴったり降りてこない降りてこういうことで、ね、降りてこないっていうのは。そうそう、分かるでしょ。分かりました、ありがとうございます。メンテナンスのポイントとしてはどの辺なんですか、はい、これまでご覧いただいたレンジローバーの中でも一番こうなんかメンテがかからないというか、もう国産車と変わらずに普通に乗れると思います。はい、消耗品だけの管理、定期点検をちゃんとしていただければ普通に乗っていただけます。まあ、横機の4気筒だからね、うん、一番世界的には普及するようなパッケージだし、まあ、10年落ちとはいえ基本的なことさえやっとけばそんなに金かかんないですよね。そうですね、僕もやっぱ13年落ちのアウディ乗ってますけど、はい、そんな金かかんないもんな。で、さらに白もあるよ、ね、白もあるよ、はい、あるよ。おっしゃる、喜んでもらえて何よりです。桃のゆるキャラ方内装がこれは黒いの、はい、これは何年式で。これは2013年になります。はい、これもうちょっと前、ドラポジどう。前です、動きました、電動。あ、全然余裕、コンパクトです ね太も入ってていいね、インパクト。そうですね、上はちょっと高級感があって。これ上閉じないんですか。あ、閉じます。あ、閉じる、あ、大丈夫です、大丈夫ですか。エンジンかけてこれで閉じる、ワンタッチで、はい、閉じます。はい、これ閉じないと結構きついですね。結構きついですね、夏場結構やばいと思います。熱いよこれ。ブレーキ踏んで、はい、スタート。うん、結構パワーやっぱりこの辺の年式が一番多いですか、最初の2年3年ぐらいが。そうですね、あの中古市場に出てくる数はやっぱりここの年式の方が多いですね。この辺選ぶときってもドアの数と、はい、あとは金額。そうですね、うん、こちらの3台もほとんど一緒なので、うん、まあ、お色だったり内外装の組み合わせの色だったりっていうところですね。グレードは特にないんですか。グレードは、まあ、イヴォークの一番ベースがピュアっていうベースになるんですけども、はい、でそこから2ドアなのか4ドアなのかで、はい、2ドアがまあダイナミック、うん、でピュアの上が4ドアのピュアの上がプレステージっていう、それぞれピュアから1個上のグレードが1個ずつあります、ピュアになると布のちょっと、そうですね、装備がこれに比べちゃうと、ね、はい、足りないかなっていう。アルミもそうですけど、はい、これは野重さん何ですか。ベラールですね、レンジローバーベラール。こういうクラッシュサーフェイス上で、まあ、なんかモダンレンジはここから始まったってモデルですね。新規車種です。これはだからグレード的にはレンジローバーがあって、レンジローバースポーツがあって、それの下横下なんだ、クラス的にはね。ただなんか多分レンジローバーの中では、うん、ニッチなんだと思う、うん、CLS みたいに。だから下っていうよりもちょっとベクトルが違うかな。なるほどね、ちょっとこうアバンギャルドというかモダンな。そう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 、攻めてるよね顔も。758万円の年式は2018年。もうちょっと落ちてくるといい、なんかグッと気になりそうな。うん、もう1、2年ぐらい、ね、これをだからこういうこと、ね、収納式なんだよね、うん、ああ、いいインテリア。
うわ、見てほら、何もない。とうとうそうなりましたね。ここのサイドサポートがスウェード調なんですよ。ここがね、そうそうそう、ここがスウェード調、まあ、アルカンターラなのかなんかわかんないけど、スウェード調でパンチングレザーとこういう、だからやっぱ結構実験的な要素もあったんでしょうね、うん、ちょっと一回締めていいですか、はい、で、これがまた違うのがほら、ここレンジローバーと違うでしょ、やっぱレンジローバーってこの辺じゃない。そうですよね、さすが、さすがオギー。これも全部だってタッチパネルだもん。そうなんだ。乗るとレンジコストと違います。5年前、まあ、基本的にオーディオ関係とか、あとはエアコン関係とかシートヒーターと全てこのパネルで操作ができるようになっておりまして、あとは走行モードによってテレインレスポンスもここで選べる。あ、そこなんだ、はい、本来ですと多分ここら辺にこのボタンでついているものがもう全てこういったパネルの中に入っており、全てこの2つのスクリーンで操作するようになってます。風の強さですね、はい、スタイリッシュ。わー、すごい、7段階まである。すごい細かく設定ができます。こっちはこちらが多分このテレインレスポンスで走るモードを、はい、切り替えられます。丁寧にこの表示されるので、草地とか馬の地とか、まあまり使うことがあるかないかっていうと多分ないと思うんですけど基本的にこんなレンジローバーずっとついてますね。おー、シートだとドライバー席とパッセンジャーシートそれぞれ、うーん、まあ、こうやってシートヒーターで独立してこっちもこっちで、そうです、選べます、調整できる、はい、おー、エアコン、まあ、エアコンもこのように、まあ、風がどこから出すのとか、はい、あとはオートエアコンだったりとか、うんうん、そういったものも全部ここで操作ができますし、これは回すだけなんですか。そうです、この、まあ、次世代シフトって言われていて、まあ、他のレンジローバーでも年式によっては全部これになってるんですけども、はい、まあ、ブレーキ踏んでいただいて、うん、まあ、リバースニュートラル、ドライブスポーツっていうふうに選んで、うん、これ押すことはない。押すことはないですね。あ、ドライブからスポーツに切り替えるときだけちょっと押して、はい、へー、多分このままじゃ入らないので、でね、ちょっと押して入れていただくという感じです。で、パーキングブレーキってあるんですか？パーキングブレーキは、ここに電子制御ですね、こうやって。あー、そうなんだ。はい。ナビが分かりやすい。そうですね、ここにも出ます、ちゃんと。あー、ありがとうございます。はい。タイヤもでかいね、扁平率、扁平も。20インチぐらい？これはそうそう、オプションのものが入ってて、22インチですね。22、はい、大きい。うん、モダンレンジローバーでございました。ね、はい、よかった。この4台なんかどれにするか俺はもうこれ2ドア、2ドア、2ドア、そうですよね、うん、独身だしねそうではいいんだなやっぱりさ、こういうクーペースの時も2ドアってないじゃない、うん、まあね、まあね、でもほら、うちの場合子供がいるから、うん、それはこっちでしょそうってなると、うん、さあやっぱ多分愛理ちゃんと被っちゃうと思うんだけど、うん、先言わせてもらうとやっぱ水色かなうん、内装がね、いいですよね。あのこのコンビもいいんだけど、やっぱモノトーンのあの白っていうのが、うん、それは奥さんの思考も考えて、いや、それはね、もう自分自分本位自分本位、ただ一応後ろにもドアあるから、うん、あの、まあ、大きな反対に合わないだろう。前、あのアウディの A1 の2ドア乗ってた時に、やっぱ後ろへのアクセスが悪いって毎回、ね、車で出かけるたびに文句言うんですふざけんのやばい。でも2ドアの方が絶対かっこいいのよそれ分かってんだけど、やっぱね、しょうがないですよ。で、イボーグなんですけど、はい、2012年からあるんですか。はい、モデルとしては2012年からございます。で、主に並んでるのは初期とか前期を中心に、ね、本当に前期の、まあ、今比較的お求めやすくなった価格帯のイボークを取り揃えてます。で、なるべく上のグレードを揃えて、はい、そうです。それでも前期だと大体200万円台、そうですね、ものによっては200万円台で乗れちゃうイボークも全然いっぱいありますね。あと、なんか気にすることってあります？イボークに関してですか、はい、うん、やっぱりこう年数がやっぱり10年近く経ってるお車なので、これまでどういう整備をされてきたかとか、なんかどういう部品を交換されてきたかっていうのがなんか明確に分かっていればいいんですけども、やっぱりそれが分かっていないお車に関しては一度しっかりこう点検整備をしていただければ比較的そのままずっと安心して乗れる車種になりますので、難しいお車ではないですね。で、こちらの裏側点からだと、はい、
割と自社工場が近いんですよね。そうですね、車だと30分ちょっとぐらいで、はい、工場までたどり着けます。なんか弱いとこってあるんですか？必ずここは変えてるとか。それも本当にこう、ね、弊社も新車を扱っているわけではないので、はい、やっぱり、うん、車によってやっぱ交換しなきゃいけない部分、故障する部分というのは様々なんですけれども、まあ、いろいろこう輸入車を扱っている中で、まあ、イヴォークに関してだけではなく、まあ、ランドローバー、レンジローバーに関しては言われているほど弱くないなっていうのは感じているので、必ずどこが壊れるとかどこを見なきゃいけないっていうのがあるモデルではないのかなっていうふうに思ってます。イヴォークに関しては結構最近そのキャンプされる若い方とか、一人でキャンプされる方とかお話だとよく聞きます、ね、あとはこうカップルでこうワンちゃんを飼われていて、はいはい、お二人とワンちゃんで結構山に行ったりとか、ね、アウトドアに行かれたりっていう使い方をされる方が多いです、ね、サイズ感も含めていいでしょうか。ちょうどいいと思います、はい。女性の方も運転しやすいですし、物も詰めますし、はい、フルタイムです。ただこう4駆ほどなんかこう曲がりづらいとか、うん、そういったのは感じないですね。やっぱりそういったところは電子制御でちゃんとコントロールされているので、そこで値段下げるのに肉の FF を作らないっていうところがまた、まあ、そうですね、ランドローバーっていうところこだわりなのかなと思います。